はい、こんにちは、ペソでございます。サボクシーレブン続きやっていきましょう。まずはね、ちょっと気力のないカウンさんを戻して、ジョッシュさんで、88% いけるね。オッケー。で、チントさんで攻撃いけ。よっしゃ、連戦効いた。あ、しかも捕らえた。ポリオ、はい。ということは、あとはもう届かないよね。うん、はい、攻め立て。こっちは上がれ。朝食さんの方がね、厄介なんで、あとは王兵さんは終わってるから帰りましょう。承知。はい。ああ、巨匠がだいぶ兵減ってるな。うん、これはちょっとジョナンからの応援来たとしても勝てるかもしれん。勝てるね。にあの人員さえおれば。なので、あとは、うん、技巧は、技巧なんかやらせてるんだっけ。あ、進化系まで終わってるから、次は、そうですね、どっちを行くべきなのかな。まあこれでしょうね。軍政改革で運転はまあなんとかなるんだけど、とりあえず3000技巧レベル食べて、うん、全員まあ最低8000の兵持てばね、だいぶ楽にはなりますよね。はい、ということで、計略がまず講習か生徒に、このメンバーではちょっと無理っぽそうだね。じゃあ開発しよう。うん、膨らんで、取って取ってってやれば、30日かかるけど。まあしばらくはね、指導でちょっと我慢しましょうか。何色も覚えてるか、裏から回るって言ってもなきにしもあらずなんですけど、
ここもお米溜まってきてるんで、投石台もあるから、まあさっきでも長安取りたいね、取るんだったら。だいぶ弱っとるからね、長安目指しましょうか。ちょっとお米足りんのか。リツさんだけ、在庫見てなかった。槍があればね、槍3万、ああ3万あるか。兵力1万よいしょ。金は1000、お米3万、うん、槍面のためにちょっと1万持っていきましょう。で、誰に貸せるか。天満さんかな。まあ長安取れれば、ああ攻防、ああそっかそっか、あれ潰して攻防立てたんだっけ、すっかり忘れてるな。余白さんとこもだいぶお金が溜まってるんでね、ここもそろそろですね。長安取れればもう徐々に用済みになってくるんですよね。できれば OK。 さああとは、2部隊の出るのかなでしょう。攻撃開始、総主さんが来た。ちょっとカウンさんも買い出番ですね。お、金銭さん取れた。お呼びで。それでも食らえ。ちやりたいか。お呼びで。ちょっと熊手で引き寄せましょう。行くぞ。ち。行け！
速度。心得た。金星さん、ああ近いね。取れないかい誰か。ああ落ちてる人がいないな。はいはい、金星さんとりあえず関心攻撃。走れ。はい、あとは頑張ってください。ああダメだね。はい、よいしょ。曹操さんがいなくなったんでね、巨匠に悪さするチャンスなんだけど、ああダメだね。長寮さんがいるのはちょっと厄介。連れて行こう。ソヒさんは、いや、サイビーさんにしようか。あ、しまった。カオンさん戻ってきたときにランク上げときゃよかった。進軍。はい、海越さん亡くなった。まあしょうがないね。せっかくね、手に入れたんだけど。
さあ、ここで、かく乱お願いします。87番。それでも食らえ、チッ、何なりと。で、長宿さんは流れい、おのれ、そこまではならないか。214ね。もう不全の灯火ですね。あとは捉えてくれれば文句なし。うん。うん。天満さんで訓練させとこう。上げてからにしよう。感触を与えて。あ、しまった。キャンセルしちゃった。生産が94か。バリオさんはこれね、わかんないんだよね。あ、まあバリオさんここでええか。あー、そういうことか。あれがないんだ。
カレーを透析体でいきましょう。で、はい、いや、ごめんなさいね、こっちに透析2つ持ってきてるから移動させよう。中性100か、素晴らしい。ればね、だいぶ戦力にはなりますからね。もうあとはこっちから、東向いていくだけですよね。ジフよりは、そうですね、あ、いや、契約部立てとこしばらく扱いできるし、でしょ。解除しようとして失敗してる。おお、チョコさんがまた懲りずに。はい、ではここで終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。